早稲田大学教授原克己です。コックピットヒストリア第8回目は空中給油機について考えてみましょう。1927年5月、リンドバーグが大西洋無着陸横断飛行に成功した時、機体総重量の 50% 以上はガソリン燃料の重さだった。この成功は日本でも大々的に報じられました。それから2年後の1929年、戦前日本の科学雑誌の横綱科学知識3月号は関東グラビアを割いて画期的な航行技術を報じています。題して米機クエスチョンマーク号のお土産という記事です。記事にはこうあります。去る1月1日午前7時26分離陸、5000フィート高度1500メートルの上空で6昼夜を過ごし、150時間40分余りという長時間飛行の新記録を作って、1月7日午後2時7分に着陸したアメリカ陸軍機クエスチョンマーク号の空中ガソリン補給装置、35フィートおよそ10メートルの上にいる機から取っ手を開いてゴム管を持ってガソリンを注ぐと、下ではロートに受けてタンクに収める。50ガロン、およそ150リットルの補給に1分を要するから、この機の300ガロン、900リットルのタンクを満たすには6分かかる。2機目の飛行機が頭上10メートルを並んで飛び、長いホースで燃料を給油するというのです。この時アトランティックフォッカー製のクエスチョンマーク号は空中で給油すること42回に上ったそうです。当時は機上でのラジオ通信がまだできなかったので、給油機と給油を受ける機体との間のコミュニケーションは厄介でした。メモを地上に投下したり、手信号で合図を送ったり、フラッシュライト信号を発したり、チョークで黒板に書いたりして意図を伝えるしかなかったと言います。かなりプリミティブな方法でした。しかし空中給油とは言っても、当時はスタントまがいの曲芸技と大差がありませんでした。実用化に向けて乗り出したのはアメリカ陸軍でした。1923年サンディエゴで行われた実験では、給油機から全長15メートルのホースを垂らし、給油を受ける飛行機の乗員が素手でこれをキャッチし、タンクに給油しました。ホースには緊急遮断機がついており、ホースが外れた場合、即座に給油を中断することができる、そんな仕組みになっていました。ところが、実際にはホースを40分間連結しても、給油量はほとんどゼロに終わったといいます。しかし、その後改良を重ね、8月27日の実験では見事成功し、37時間超の飛行時間を記録しました。これを機にアマチュア飛行家たちが記録に挑み、次々にレコードが塗り替えられていったのです。この頃、長距離飛行ブームに呼応して、空中給油は時代のテーマだったのです。しかし空中給油には難問がありました。風圧に煽られてホースが絶えず横揺れして安定しないのです。この問題を解決する提案が1930年イギリス空軍からなされました。ループホース法と言います。ホースにグリップと小型の高力パラシュートをつけたものです。これでホースの安定性が増大し、くるくる回転しなくなりました。これを受け、1934年にはイギリス人アラン・コプハムが飛行給油会社 FRL を設立するまでになりました。コプハムはこの技術が民間飛行機会社にとって大きな市場価値を持っていると
予測したからでした。しかし彼の目論みは見事に外れました。あらかじめ飛行ルートも航行時間も決まっている民間飛行機にとって空中給油は絶対不可欠なインフラではなかったからです。地上に中継基地を用意しておけば済むからです。空中給油が欠かせないのは実は作戦行動上時間も場所も選べない軍用機の場合だけだったのです。ところが第二次世界大戦の戦況との関係で本格的な軍事用空中給油機の開発は戦後を待って始まることになります。この間飛行機の開発技術は飛躍的に伸び、時代はレシプロ機からジェット機へと移り変わっていきました。1950年代初期、アメリカのボーイング社は本格的なジェット機時代の到来を予測していました。そのため、高速のジェット機にも空中給油できるジェット給油機の研究開発が急務となりました。プロトタイプ、モデル36780が完成したのは1954年のことです。翼内タンク、胴体床下ブラダータンクなどを装備し、最大燃料搭載量およそ91トン、約12万リットル弱、毎分3790リットルの給油を可能とする高速ジェット空中給油機 KC-135 が誕生した瞬間です。KC-135 ストラトタンカー、空のタンカーは、空中給油専用機として設計された史上初の機体です。この機体の登場によりアメリカ空軍の世界戦略は根本的に変化しました。そもそも空中給油機とはそれ自体で完結した存在ではありません。常に給油を受ける機体である爆撃機や攻撃機と不可分なパッケージを構成するものなのです。例えば大型戦略爆撃機 B-52 との連携です。当初 B-52 は冷戦時代ソ連に対する核報復戦略の主力機として戦略航空軍団 SAC の中核を成すものでありました。しかし北極圏を越えてソビエト領内の奥深くまで侵入するにはさすがに航続距離が足りない。そこで高速ジェット爆撃機と並走できる速力を持ったジェット空中給油機が必要になったのです。KC-135 が存在しなければ、冷戦時代の核戦略も違った形になっていたはずです。スタンリー・キューブリック監督、博士の異常な愛情、1964年は、核戦争の絶望的なまでの愚かしさを独特のアイロニーで切り取って見せた傑作映画です。その冒頭シーンは戦略航空軍団の B-52 が高高度で KC-135 から給油を受けるところから始まります。それはまさにこの両機のパッケージこそアメリカの核戦略の技術的完成度を示していると同時に人間の良心が出口のない袋小路に入ってしまった象徴でもあるからです。しかしこのパッケージの悪夢はそれで終わりはしませんでした。ベトナム戦争です。今度は核爆弾の代わりに大量の通常爆弾を搭載させられインドシナ半島に派遣されたのです。1964年ケネディ大統領の対ソビエト柔軟対応路線に応えて本来核攻撃機だった B-52 は通常戦対応型へモデルチェンジさせられた、いわゆるサウスベイ計画が始まりました。空対地ミサイル用だった主翼化パイロンを MK-82 仕様に改修し、これは225キロ大型爆弾ですが最大51発17トンを搭載できる巨大な通常爆撃機に変身したのです。1965年6月18日、サイゴン北方のベトコン、南ベトナム民族解放戦線集結地域を爆撃すべく、
30機の B-52F がグアム島を離陸しました。 B-52 最初の実戦参加です。グアム島からベトナム往復12時間かかる作戦飛行時間で、最低1回は空中給油が必要でした。そしてこの時給油支援に同行したのが、沖縄嘉手納基地に配備されていた19機の KC-135 ストラトタンカーでした。太平洋上の給油ポイントで燃料を補給して初めて成立するこの長距離爆撃はアークライト作戦と呼ばれ、 B-52 による一連の東南アジア爆撃の始まりでありました。ラインバッカー2作戦で1972年12月14日から29日の間だけでも、北ベトナムのハノイ市周辺に投下された爆弾が2万トンで370トン。こうしたデータから何を読み取るか、それは視点によって様々でしょう。しかし高高度で空中給油し、高高度で爆弾投下ボタンを押すという上空のシーンばかりを見ているだけでは不十分です。光る閃光、湧き立つ爆炎の下で一体何が起こっていたのか、上空からでは見えない市民の姿を思い描く力こそが今問われているのです。1920年代、若きアメリカの飛行機野郎たちは空中サーカス張りの危険を冒しつつも世界記録を樹立するという見果てぬ夢を追い続けました。それがいつしか BAF と呼ばれる B-52 と連携し、世界中至る所に出没するようになってしまいました。かつての青い夢はいつ悪夢に変わってしまったのでしょうか。 B-52 と KC-135 のパッケージがバグダッドに出撃したことは言うまでもありません。